ミッドナイトラバーズ。さて次はマッチングサイトで出会った恋人たちの成功談をお届けするハッピーメールのコーナーです。お疲れさん。皆さん、男女が出会う確率ってご存知ですか？世界の人口72億人の半分を異性だとした場合、その確率は36億分の1。天文学的な数字になります。高坂さんは？ん？帰ったよ。お子さん誕生日なんだって。みやさんち、お子さんって何人だっけ？うち？娘二人。上は去年結婚したけどね。変な話、恋愛と家庭って両立しないもの？奥さん今でも愛してる？いや、愛してるけど、人間愛だな。恋愛とは全然違うけど。そういうもんだよね。うん、1回のセックスで妊娠する確率が約 25%。 人間愛、つまり144億分の1の奇跡を乗り越える必要があるんです。だから親子というのは強い絆で結ばれているのかもしれませんね。今夜は女としての幸せも母親としての幸せもつかんだダブルハッピーなエピソードをご紹介します。リカさん、私はバツイチのシングルマザーです。離婚した直後は一人でこの子を育てようと思っていたんです。でも、ねえママ、今度サッカーしよう、ね。サッカー？ねえ、絵本じゃダメ？絵本嫌だ、サッカー。男の子も4歳になると外でボール遊びをしたがる年頃で、女性の私だけでは限界だと思いました。そこで思い切ってアプリを始めたんです。もちろんバツイチ子持ちってことはオープンにして、でもそのせいかなかなかマッチングしなくて、たまにいいねが来て返信をしても、バツイチ子持ちはハードルが高いって改めて気づきました。だから同じバツイチの男性に絞ったんです。次がダメならシングルマザーを貫こうって決意した時、バツイチの彼と出会って交流が始まりました。やはり分かり合えるのは同じ境遇の人なんですね。彼は35歳でウェブデザイナーとのことでした。趣味はバーベキューや温泉旅行です。楽しそう。お友達が多いんですね。いえ、どちらも一人で行くんです。へえ、一人で楽しめるって素敵ですよ。でも大勢でワイワイするのも好きですよ。用事。子育てをしながらの恋愛は難しいと思ってしまいました。でも彼はそれを理解してくれて、時間を縫って私と会ってくれました。昨日のランチ、
美味しかったです。仕事の合間なのにありがとうございます。お子さんが保育園にいる時間の方が遥さんも安心ですよね。今度息子の誕生日なんです。一緒にお祝いしてもらえませんか。若林さんだったらきっと息子も心を開いてくれると思うんです。ぜひお祝いさせてください。ほらできた。誕生日当日、息子には若林さんが来ることは内緒にしていました。ほらできたよ。今日はありがとうございます。こちらこそ。どうぞ。お邪魔します。幼児、こちら若林さんね。ちゃんと挨拶できるでしょ。はじめまして。帰れ帰れ。ねえ、なんでそんなこと言うの。若林さん、幼児の誕生日のお祝いしに来たんだよ。うわー、ママのバカ。幼児、私最低です。幼児のために父親作ろうと思ってたのに、あの子の気持ち何も考えてなかった。やっぱり無理なのかな。ちゃんと幼児くんの気持ち聞いてみましょう。見つけた。はじめまして。僕、若林祐希って言います。幼児。幼児くん、ママのこと好きなんだ。でも僕の方がママが好きだ。友達のいない僕のこと優しく気遣ってくれたんだもん。若林さん、僕の方が好き。僕の方がもっと好きだ。僕の方がもっともっと好きだ。僕はもっともっともっと好き。僕の方がもっと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 好きだ。もっともっともっと好きだー。僕たち一緒だね。これから僕たちはママのこと守らなきゃいけないんだ。だから逃げたり隠れたりしちゃダメだ。できるだろう。わかった。よし、さすがだ。幼児くん、お誕生日おめでとう。ありがとう。よかったね。サッカーできるよ。実は初めてだったんです。幼児が他の男性の言うことで笑うのは。私も彼の優しい心と深い愛情に惹かれて好きになりました。おいしい。人の心を動かすときは相手の気持ちになって考えてみる。それは子供も恋人も一緒なのかもしれませんね。自分の幸せだけ思っていたら違う結末になっていたのかもしれません。
幸せって一体何なんだろう。そんなことをね、大真面目に考えてみる。そんな夜があってもいいのではないでしょうか。アリサ・フランクリンで Think。